任天堂ダイレクトにてピクミン4が発表されて以来、これまでの展開が嘘だったかと思うほどに山のようにピクミングッズが発売されている今日この頃、皆さんはどのグッズを手に入れましたか？ようこそゲーム生物図鑑へガイドのペイです。今回は2022年11月、突如大量に発売されたピクミングッズの中から11月12日に任天堂東京にて購入した新商品を大量にご紹介したいと思います。ぜひ参考にしていただいて、気に入ったものがあれば手に取ってみてくださいね。それでは早速行ってみましょう。はい、まあたくさんグッズ買ったんですけどね、その中からまずはこいつらをご紹介しましょう。ドン、ピクミンの一輪挿しですね。まあグッズの発表があった時にこれが一番注目度高かったんじゃないかなと思ってますね。めちゃくちゃいい発想の商品だと思うんで、ちょっと中身を早速見ていきましょう。じゃあまずは赤ピクミンですね。いやーいいなーこれ。やっぱサイズ感というかいいですね。ちなみに縦がだいたい13センチから 13.5 センチぐらいで、横が 5.5 センチぐらいですかね。まあ、思ったよりコンパクトだなと思ったんですけど、いや本当にだから花瓶というよりかは一輪挿しっていう感じですね。じゃあちょっと全体見ていきましょう。手動で回すっていう、ね、ちゃんとね、赤ピクミンの特徴でもある鼻、尖った鼻がちゃんと凛としていて、ね、手足もしっかり造形されてます。で後ろ、まあ後ろ姿はですね、キーピクミンみたいに耳がないから本当の花瓶みたいになってますけど、やっぱこの鼻がまっすぐ伸びてるっていうのが良くて、今までグッズで多いぬいぐるみのシリーズっていうのはどうしても赤ピクミンのものは鼻がちょっと垂れちゃってて、ちょっと間抜けな顔になってて、ぬいぐるみ映えは一番してなかったのかなーってちょっと思ってるんですよね。このぐらいちゃんとピンって立ってればね、可愛いんですけど、ちょっとこれがどうしても残念な部分ではあったんですけど、まあこういう型物だとね、ちゃんと鼻が立っていい感じになっております。まあね、火に強いっていうところからね、陶器が似合うピクミンですけど、ここのね、感動するのは目なんですよ。目がただの彩色じゃなくて、わかるかな？ちょっとポコってちゃんとなってるんですよね、ここ。ちゃんと立体に加工されてると。まあ指とかね、足先、手足の先、指がしっかりポコポコ造形されてて、いい感じにデフォルメされてますね。はい。で、裏面には任天堂のロゴマークがしっかりと入っています。いやーいいね。いや、こんなグッズが買える日がね、来るなんてね、思えなかったよね、何年か前まではね。いやーありがたいですね。じゃあ早速、次のピクミン見てみましょう。はい、次はキーピクミンですね。いやーいいな。やっぱ耳がある分ね、立体感が増してというかね、いやなんかキャラクター感が強くてやっぱ可愛いんですけど、全体像も良くて、まあ、後ろから見ればね、キーピクミン耳があるんで、後ろから見てもキーピクミン、あーもう可愛い。この距離感で見るのがまず可愛いね、しっかり、目が凹凸があって、耳のここのくぼみね、ここのくぼみもしっかりしてるんですよ。これなんかどうなんですかね、キーピクミンってここがある分他のピクミンより音を察知しやすいみたいな能力とかって実はあったりするんですかね。あんまり語られてないと思うけどね。うん、もしかして高く飛べる理由としてここで風を操ってみたいなのがもしかないかないかな。うん。手足も可愛いし、ロゴもしっかりしています。いやー、キーピクミン、実はなんかね、キーピクミンのこれがオンラインでは一番売り切れるのが早かったみたいなんですよ。ピクミン3デラックス発売されたぐらいの時に撮ったツイッターのアンケートでは、まあ、残念ながら、僅差だけど、残念ながらね、他の羽ピクミンとか岩とか紫、白も含めた中で、
いや、紫と白は含めてなかったんだ。ピクミン3デラックスのメインで出てくる5種類の中で一番ね、人気がないは違うな。得票が少なかったんですよ。だけど、売り切れるのは一番早いっていうね。なんか、ピンバッジとかもあるんですけど、それも、キーピクミンが一番売り切れるの早かったみたい。ね。いや、だって可愛いもんね。うん。じゃあ次、行ってみましょう。はい。次が、青ピクミンですね。いや、可愛いですね。いや、ほんといいよな。まあね、一番突起物は少ないんで、プレーンに、トゥルッとしてます。いやもうほんと色味もあって、ほんと瓶ですよね。まあやっぱキーピクミンじゃない、青ピクミンといえば、この口がね、特徴で、まあ表情が一番つきやすくて、このポケーっとした表情がほんとに可愛いピクミンですよね。で、まあこれがね、口論争、エラ論争がありますけど、まあ、ピクミン2の時に、なんか、ここにもう一個エラがあるっていうのがね、発表されて、これはま、口という立ち位置で今は考えております。いやー、いいな。こんな一輪差しを変える時代になるなんてね、素晴らしい。じゃあ3匹ね、並べてみましょう。はい。いやー。いいなぁ。もう、いや、いいなぁしか言ってないと思いますけど。まあ、3匹並べてみると、こんな感じです。まあ、サイズ感もね、当然ですけど、しっかり合っていて、なんかやっぱ、バランス的にキーピクミンを真ん中に置くのが一番いいかなっていう感じはありますね。で、ここで、ペイさんの本当にバカなところなんですけど、これを紹介するにあたって、お花を買ってきていないっていうこのことに動画を撮ってる今気づきまして、ちょっとね、増加的なのも今ちょっとうちにはないんで、ちょっとどうにか近しいものをと思ってうちの部屋にある草っていうのでちょっと探してきたんですけど、はい、こちらなんですよなんやねんっていうね。まあ、これが、まあ、みんな知ってると思うけどね。ビオランテ。果汁形態で、これがですね。まあ、ハリーポッターに出てきたね。マンドラゴラーですよ。キューってやつね。と、これね。まあ、ただの観葉植物と思いきや。猫が出てくるっていうね。これ可愛いよね。これガチャガチャのシリーズなんですけど。まあ、葉っぱっぽいのがこれしかなかったんで、ちょっとどうにか、これでどうにかしてみよう。してみよう。じゃーん。いや、これどうにかなったでしょ。どうにかなってない。ね。これとかね、地獄だよね洗脳されてるもんね。まあこれもちょっとこう、まあまあ雰囲気は、まあ、まあまあまあ伝わったでしょうね。こういう感じになりますから、はい、皆さんもね、ちゃんとした可愛いお花を入れてみて、ぜひね、お部屋に飾ってみてくださいね。いや、これでね、ちゃんと綺麗なお家で綺麗なお花を生けたようなね、写真とかちょっと僕、ツイッターやってるんで、ちょっとください、皆さん。これ癒されたいです。ちょっとこんなまがまがしい予定じゃなかったんですよね。なんかちょっとピクミンたちもみんなうつむき加減っていうかね、いや、これは良くないなということでね、皆さんぜひね、僕に画像提供いただけましたらありがたいなと思いますんでね。皆さんは正しい使い方をしてください。はい、続きましてご紹介するのがこの文房具のシリーズですね。まずこれが、商品名なんだ、クリアポーチ、ピクミンクリアポーチ。いや、これさ、めちゃくちゃ可愛くないですか。可愛いしか言ってないですけど、めちゃくちゃ良くて、まあ普通にクリアポーチなんですけど、デザイン的にはよく見られるね、このピクミンたちが横に歩いている姿っていうのが、このクリアの、クリアっていうか、この手前側に印字されてて、
で奥にこの食欲旺盛なチャッピーさんが印刷っていうかね、あのデザインされてるんですよ。ここのね、でここの距離感があることによって、こうなんかこう角度を変えてみると本当にね、後ろからチャッピーが狙ってる感がすごい出てて、これすごい可愛いんですよ。で今回、まあ、このピクミンの後はよく見る感じなんですけど、この後ろのチャッピーが今回のグッズのための多分書き下ろしのデザインだと思うんですけど、他のね商品にも出てくるんで、僕ピクミンももちろん好きなんですけど、やっぱ原生生物チャッピーをはじめとするも大好きなんで、その辺のグッズが出てくれることっていうのはもうほんと待ちに待ってるんで、まあ、チャッピーはたまにグッズになりますけど、もっと他のも含めて、グッズになってほしいですね。今ちょっと今気づいたんですけど、まあ、この角度に見てこの目が真っ黒の真顔のチャッピーは恐ろしいですね。これみんな前に突っ込まれますね、このままだと。まあ、あの白ピクミンを食った時点でね、あの君は死んでしまうんですけど、とかね、角度を変えて、これを結構怖いですね、このチャッピーも。いや、これ何入れますかね。もうね、ペースは大人なんで、まあ筆箱とか持って歩くこともないし、なんだろうね。まあもちろんね、メイク道具とか持って歩くわけでもないから、なんだろう。充電器とか。なんかそういうものね、今で言うとなんかアルコールシートとか、そういうの入れて使う。でも使うのもったいなく感じちゃうから、ちょっとなんか使う用と置いとくようにもう一個買いたくなりますよね。いや、これはおすすめ。マジで可愛い。はい。で、その他の文房具ご紹介していきましょう。こちらが、ピクミンたちの、まあ、メタルのね、まあ、ピンズみたいなやつがついた、シャーペン。うん。あ、ごめん。ボールペンです。嘘つきました。ボールペンです。いや、かわいいんだよ。このパッケージがまずいいよね。このクローバーがね。ちょっと開けましょう。見えるかな？いや、いいなぁ。まあ、ここに、まあ、ピクミンのメタルがついてまして。いや、俺、これのピンバッジ欲しいなぁ。ね。かわいいよなぁ。これ、どこのシーンなんやろ。まあ、キーピクミンが欠けてる。えっほ。えっほって。まあ、おじさんがやっても可愛くないんですけど、ピクミンは可愛いですからね。で、ここが木製で、匂いも木の匂いがします。で、ここにお花とクローバーのデザインがなされてて、なされてて。ボールペンですね。まあ、大人になるとっていうかね、俺はほとんどもうボールペンしか使わないんで、まあ、ボールペン嬉しいなと思いますね。これを、落とすな。はい。赤ピクミン。これ可愛いんですよね。ピクミンもくつろぐんやっていうのがね、いいですよね。ここのデザインとか変わってないんで、まあ本当にここが、ね、キーピクミンじゃなくて、赤ピクミンで、ああ、いいね。いいね。うん、やっぱこれのピンズ欲しいわ、俺。ね。エプロンとかにつけたいよね、このピンズね。うん。はい。青ピクミンですね。なんか青ピクミンはね、ちょっとおっちょこちょいなイメージが勝手にあるんですけど、こけてるピクミンがね、表現されてますね。やっぱこのね、口がある分ちょっと痛々しい感じとかも伝わってきて、まあかわいそうではありますけど、かわいい。うん。並べてみると、こんな感じ。まあボールペンを同時に3本ね、使うことはないけど、この3本を無駄にね、胸ポケットとかにね、刺してね、スーツのね、刺してもらえば、すーげー可愛い、会社員になると思うよ。まあ、ペースは別にスーツする、着る仕事してないんで、なかなかあれなんですけどね。いやー、おすすめ。これ一発で可愛くなるから。うん。ということで、まあ、これをね、まあ、ちょっとね、このポーチの中に入れてみましょう。ちゃんと入れてください。はい。今ちょっと浅いんで
見えないけど、まあサイズ感的には本当にちょうどいい。こういう使い方してもいいよね。ピクミンの文房具のためだけにこれを使ってもいいと思う。かわいい。はい、なんでしょうねこれねって思うじゃないですか。まあここがおそらく地面を表現されてて、まあね、ピクミンの頭がひょこっと出てますが、これ実はね付箋なんですよ。これめちゃくちゃいい商品やんね。めっちゃ可愛くない？これもなんかオンラインで速攻売り切れてたけどね。ちょっと開けてみよう。あ、なるほどね、そうなってるんや。本当にね、なんちゅうのティッシュペーパーみたいな感じでここに入ってるんで、これを引っこ抜くと付箋が出てくる。引っこ抜くのもったいなくない？もったいないよ。これ何個入ってんの？ピクミン7種類が各12枚か。12枚か。使うか。動画といえどなんか引っこ抜きたくないな。あー、引っこ抜くか。紫ピクミンですね。いや、これ楽しいよ、この商品。めちゃくちゃいいな、これ。このね、地面から実際ピクミン抜くような感覚ある。もったいな。でももったいな。これをどうせっていうのって感じやんな。ここ貼ろう。なるほどね。こっち側を一個抜くと、次は下向いちゃうみたいね。下向いちゃうから、これを取らないと次上向きにはならないと。なんという、なんというこってこれ。これ引っこ抜かんでもいい？ほら、こんなデザイン、こんなデザインなんで、ちょっとね、勘弁してもらって、皆さんもね、これちょっと買って、これ引っこ抜ける勇気ありますか？減っちゃうんですよ。いやー、これはもったいないね。ちょっとこのままにしとこう。紫だけ出しちゃったけど。よし、じゃあ次行きましょう。はい、次がこちら。これ可愛いよ、このチャッピー。やっぱこのデザインのチャッピー可愛いっすね。の、なんだと思いますか皆さん。これチャッピーに目が行きますけど、チャッピーはただのまあケースで、実はですね、じゃーん、ピクミンの形をしたクリップなんですよ、これ。ね。赤ピクミンが5個、青ピクミンが5個、黄ピクミンが5個入ってます。これ、ここにね。もうこれはチャッピーに食われたお腹の中なんじゃないかっていう。いや、でもこのパッケージ考えた人、天才、かわいい。ちょっと開けてみよう。開けてみました。いや、これはいいな。まあよくね、クリップ、キャラにかたどられてクリップってよくあると思うんですけど、ピクミンもやっぱ可愛いですね、これ。いや、これも僕おすすめです。まず、これもついて、これパッケージが最高に可愛いんで、これぜひちょっと買ってほしいなと思う商品ですね。はい。続きましては、こちら！ペーン！ピクミンのピンバッジですね。いや、さっきのシャーペン、いや、ボールペンについてた、ピクミンたちをピンズにしてくれって言ってましたけど、実はピンズとしてもう出てるんですね。あのデザインは違うんですけど、こっちはね、ちょっと大きめなんで、中身を見ていきましょう。はい、キーピクミン。いや、可愛いっすね。いや、もう可愛いっすねしか言えないんですけど、びっくりしたのが、ピンズというかブローチみたいな感じですね。で、立体なんですよ。ぷくっと膨らんでて、ボディのとこもそうだし、お花のところも、そうですね。お花のところも膨らんでる。同じく、青ピクミンね。いや、お口がやっぱり可愛いですね。ぷっくり加減も最高です。じゃん。赤ピクミンね。これ赤ピクミンは何がすごいなと思ったかっていうと、この鼻の表現ですよね。まあ、っすぐ前に突き出すわけにはいかないんで、ちょっとこういう感じでね。まあ、立体なんだけど嘘立体みたいな、横に突き出てるんで、この角度で見るとちょっとね、変な感じなんですけど、まあ、うまくね、
表現されてますよね。まあね、ペイさんは料理したりもするし、まあ絵描いたりもするんで、作業用エプロンとかもあるんで、ちょっとそれにつけてみようかなと思いますね。いやー、いいですよ。だから、落とすな。はい、続きましては、この食品系。食品系？食べ物関係の雑貨類ですね。紹介していきましょう。はい、これがまさに一目惚れした赤ピクミンのグラタン皿なんですよ。これね、最初グラタンってなかなか家で作らないんで、ちょっと我慢しようかなと思ったんですけど、このデザインを見て、めちゃくちゃ可愛くないですか、これ。これ結構上位の可愛さだと思うんですよ、今回のグッズの中で。まあ、赤ピクミンってやっぱ火に強いっていうとこから、この耐熱っていうところに発想が来て、で、グラタンのお皿って流れになったと思うんですけど、この発想、このデザイン最高ですよね。で、これがいいなと思ったのが巻き舌になりましたけど、あのね、おそらく、これちゃんとグラタンを作ると、ここのライン、このラインにグラタン来るわけですよね。ってなった時に、おそらく、葉っぱだけがチーズというかグラタンの、表面から出てるみたいな感じのデザインになって、グラタンを食べていくとピクミンが見えてくるっていう。いや、もう最高ですよね。作ったことないけどグラタン作りたい。なんかね、皆さんよければこのグラタン皿を使ったグラタン以外の簡単な料理とか、まあグラタンもなんかそんなに難しいイメージないけど、あればね、ちょっとペイさんにコメント欄で教えてください。頑張ってね、自分で作ります。作ってくれてもいいんですよ。はい、そんなね、ペイさんの悲しい話は置いておいて、続きいきましょう。続きが、青ピクミンのグラスですね。これは可愛いですね。デザイン見ていきましょう。歩いてたり、飛んでたり、歩いてたり、歩いてたり、こっち見てたり、歩いてたりっていうね、グラスの横に青ピクミンが印字されてるんですけど、これのいいポイントはなんとここの底。これ底面に、おっさんみたいになった青ピクミンが寝てるんですよね。これ可愛いよね。これ最高じゃない？この商品。ほら、ちゃんと裏向けても、すごいね、これ裏向けても、なんていうの、印字の裏面じゃなくて、ちゃんと両面で印刷されてるっていうね。ほー！青ピクミンは溺れないぞ！おー！綺麗っすね、マジで。いや、いいですね。これ水入れることによって奥にいたピクミンの絵柄がちょっと大きく見えたりとか、湾曲して、ほら。いいな。大丈夫か、この青。溺れてるみたいになってるけど、君は泳げるからな、ここ。大丈夫それ。いや、いいな。やっぱ水との相性いいな。上から見てみましょう。いや、寝とるな、おい。あーでもほら、水の中に寝てるみたいになってる。ほら。あ、これ楽しいっすね。いいな。はい、ちなみに、こっち右に置いてあるのが、この間の一番くじの、商品なんですけど、一番くじの方は、ちょっとね、うるせえ、危ねえ。ちょっとサイズが、小さくて、間口が狭い感じなんですけど、まあ、こっちも可愛いんですけどね。やっぱちょっと、なんか最初、これ当たってるから、ちょっと我慢しようかなと思ったんですけど、いや、でもこれはこれでいいなと思って、やっぱ青ピクミン好きなんで、買っちゃいましたね。うん、どっちもいいデザインだと思います。まあ、一番くじの方は、こう、キーピクミン柄とか、うるせえ、赤ピクミン柄とか、いろいろあるんでね。これはこれで楽しいですよね。はい、続きましてはこちら、ピクミンの保存容器とピックですね。いや、これめちゃくちゃいいな。これもめちゃくちゃいい。
めちゃくちゃいいしか言ってないけど、めちゃくちゃいい。まずこの保存容器セットなんですけど、一応これペレットがモチーフになってるデザインですね。はい。まあ、ペレットっていうのは、まあ、ピクミンの元になるような、丸いこういうね、個体なんですけど、まあ、本当は、赤ピクミンは赤ペレット、キーピクミンはキーペレットっていう感じなんですけど、まあ、赤のペレットに赤ピクミンを配置してしまうと、見にくいですよね、単純に。なので、赤ペレットには青ピクミン、キーペレットには赤ピクミンが、印刷されています。いや可愛いですね、これ嬉しいよな。俺さっきの文房具の時も思ったけど、自分が学生の頃にこういうのが出てたら嬉しかったなぁとより思いますね。まあ中身は特にサプライズはないですけど、ちょうどいい大きさですよね。お弁当と一緒にこれもついてくるみたいなね。これのね、10って書いてあるペレットバージョンで大きいのとかもね、今後出てくれたらいいなと思います。じゃあ続きまして、ピクミンピック。うー、これね、6個しか入ってないんですよ。もうちょっと数欲しいなって思いましたけど、ちょっと開けていきましょう。まずこのパッケージのデザインが最高に可愛いですね。はい、まあこんな感じです。ちゃんと青ピクミンの口とか赤ピクミンの鼻とかもちゃんと表現されてるし、キーピクミンのここの耳のくぼみ割りちゃんと表現されてるんで、すごくクオリティ高いなと思います。可愛いしね。まあ、ペイさんはこれ使ってしまうんじゃなくて、さっきのパッケージ戻して飾るとかになるかもなと思いますけど、ちょっと冷蔵庫に梨があったんで、さっきの保存容器と一緒にちょっと使ってみましょうか。はい、使ってみるとこんな感じ。いや、こんなんさ、出てきたら可愛すぎるやんな。これで、取ってちゃんと返しがついてるんで、なかなか落ちないですからね。うん、うまい。いや、こうやってね、こう生活がピクミンで埋まっていく感じが、もちろんフィギュアとかぬいぐるみとか飾る系のグッズも嬉しいんですけど、使えるグッズっていうのはこういう日常にピクミンがやってくるっていうね、楽しみがありますね。最高です。じゃあもっとギアを上げて、まだまだ商品ありますんで紹介していきましょう。はい、続きましてがこちら。でん、でかい。まあ、これも楽しみにしてた方多い印象ありますね。結構売り切れてたりもしてるんで、働くピクミンコレクション、じゃーん、全7種。こちらワンボックス買いましたんでね、多分全種揃うはずなんで、開けていきましょう。じゃん、なんだ、じゃーん、羽ピクミンです。一発目は羽ピクミン。じゃん、デカデカ青ペレット。なんでお前はピンクのペレット持ってないんだ。後ろまで造形されてますよ、透明の羽とね、ちっちゃいボディ、かわいいな羽ピクミン。これなんでしょうね、羽ピクミンマグネットですね。マグネット、うん、マグネット、ごめん、ちょっと今マグネットペタッとできるとこがないからないんですけど、これにメモとか挟んで、まあ冷蔵庫とかね、定番のね、今でもやってんのかな、みんな冷蔵庫にペタッと貼れるんじゃないですかね、これね。じゃあちょっと次いきましょう。でーん、おー、赤ピクミン。でーん、これはカード立てですね。このちょっとバカ面になってる赤ピクミンが可愛いっすね。やっぱり立体物って貴重なのよ、こういうフィギュアチックなやつね。うん、じゃあカード立ててみよう。じゃーん、すごい、ちゃんと、オリマーさんのカードをね、がっちり赤ピクミンが押さえてくれています。かわいいなぁ。いやぁ、いいっすね。まあ、安定もしっかりしてるんじゃないかなと思います。じゃあ次行ってみましょう。じゃん、紫ピクミンでーす。まあ、ちょっと先ほどのね、赤ピクミンにちょっと似てる感はありますけど、これは、ですね。じゃあ、こういうことですね。まあ、顔面で紫ピクミンさんが、
ペーンを受け止めてくれてるんで、これで合ってんのかな。まあ、これ、ブローチ的な部分がついてるから、頭が重いボールペンなんですけど、さっき紹介した。まあ、しっかり支えてくれてるんで、いいですね。ちなみに感動したのが、ここのね、このイラストの、ペンスタンドが持ってるペンも、おそらくこのペンと同じデザインなんで、その辺も凝ってるなと思いました。いいっすね。じゃあ次、行きましょう。じゃん！何？白ピクミン！じゃーん！態度の悪い白ピクミン。これは何？葉っぱの上に乗って優雅に寝ている白ピクミンです。ちゃんと目のところはクリアパーツですね。裏面もしっかり造形されてます。鼻のつぶつぶまでちゃんとついてるね。すごい。白ピクミンはなんとミニトレイですね。あ、小皿的なね。この上に、まあ、画像ではクリップ置いてますけど、まあ、ここに細かいものを置いておけると。まあ、これほぼフィギュアみたいなもんですよね。うん。あー、でもやっぱ立体は感動する。かわいい。じゃーん。なんだ？お？岩だ。じゃん、岩ピクミン。もう岩ピクミンに関してはただただ岩ピクミンですね。うん。あ、いいな。ここのさ、ボコボコにカットされた面とこの綺麗な面がちゃんとデザインされてますね。岩ピクミンはペーパーウェイトらしいんで、まあこのまんまですね。おもりとして使ってみてください。次行きましょう。なんだ、じゃん。え、半分の青ピクミンです。え、あ、なるほど。これ水面を、あ、綺麗な水面をイメージされてるってことない？これ何に使うの？何これ、可愛いけど。じゃん、青ピクミンのグラスカバー。グラスカバー、あ、そういうこと。これ先ほどのグラスなんですけど、これのカバーってことね。こういうことね。あ、なるほど。あ、溝がちゃんと掘ってあって、外れないよっていうことで、これ相性いいですね。このグラスと、このグラス買っててよかった。青ピクミン祭り青ピクミンのお祭り、いいなー。これいいな、これめっちゃ気に入って、もう なんならマジでこの状態で飾っときたいよね。これあれかな、他のこの一番くじのグラスでも、まあ、あ、まあ大きいけどギリいけるか。いや、ちょっとね、合ってないけど、まあいけんこったないって感じですね。あ、これ俺ちょっと一番好きかもしれんな。これセットで考えてめちゃくちゃいいっすね。じゃあ次、じゃーん。ん？あ、キーピクミンね。このクローバーの地面と丸太にしがみついているキーピクミンですね。はい、なんだこれ、こうか何してんのお前何でしょう。はい、キーピクミンケーブルカバー。ん？あ、なるほど、そこにケーブルを挿す。ちょっと待ってくださいね。じゃあ多分こういうことだと思います。 iPhone のね、ライトニングケーブル挿したんですけど、これ振るとさ、落とさないでーみたいな落とさないでーってかわいい。いや、いいっすね。まあこれもね、日常で使えるグッズたちなので、ぜひ皆さんもお出迎えしてみてください。ちょっとね、お値段高めな感じはあるんですけど、現状やっぱこういうフィギュア室のね、あのピクミンたちって本当にもう貴重なんで、まあ今後そういうグッズ出てくれたらもっと嬉しいんですけどね。ぜひとも手に入れてみてください。はい、次がですね、こちらの、ピクミン、キーピクミンの IC カードケースなんですけど、まあ
スイカとかね、イコカとか入れるやつですね。で、これかざせば光るパスケースらしいんですけど、ちょっとね、まあ、こう画像で見たときに、このキーピクミンたちが、あの、電気流れる演出でピカーって光ってたんですけど、で、可愛くて買ったんですけど、まあ、ペーサーもね、IC カード使ってなくて、もうスマホで全部やってしまってるんで、なかなか使う機会がないんですけど、これ IC カード通学とか通勤で使ってる人はめちゃくちゃ可愛いと思うんで、おすすめです。ぜひね、使用感など教えてくれたらなと思いますんで、僕はちょっと使えないんですけど、おすすめ。彩りですよね。これも日常の。次、行きましょう。はい。じゃあ、次がまたこれ、ペレットのデザインですね。キーピクミンのペレット。これがなんと、折りたたみバッグなんですよ。まあ、エコバッグ的な、まあ、ショッピングバッグ的なものになってまして。これ実は、青ピクミン、赤ピクミン、キーピクミン、全種類あるんですけど、確か、青ピクミンが1のペレットで一番小さいサイズで、赤ピクミンがここは10でもっと大きいサイズなんですけど、これが一番サイズ的にちょうどいいかなと思って、まあ全部買ってもよかったんですけど、僕はこのキーピクミンのにしました。開けてみよう。ここから、まあ、開けると、お、あ、キーピクミンいる、キーピクミンがいる。なんか紙も入ってる。ん？どうなってんだ？ん？あ、こうか。紙入ってる。めっちゃ紙入ってる。ふん。あ、ん？結構でかいぞ。ここを、こう閉める。と、引きで見てもこれぐらい。結構な容量があると思います。まあ、これぐらいがちょうどいいのかなと。これよりいっちゃうともうちょっと大きすぎるかなっていう感じなんで、僕はこのサイズにしました。皆さんも多分買われた方いると思うんですけど、ね、どのサイズが一番使い勝手いいんですかね。まあ、人によると思いますけど。まあ、もちろん全種類買ってもらってもいいと思いますし、おすすめです。次は正直買うかめちゃくちゃ迷ったいい意味で問題作になるかなと思いました。こちらです。ドン、眼力青ピクミンのパーカー。まあ、ペーサーパーカー着るとか大きく着たいんで XL にしましたけど、これね、確かキッズサイズもあるんですよ。で、子供たちが着るのはかなり可愛いなと思うんですけど、まあもう大人も大人、31歳なんで、これ、まあね、さすがに外で着ることはないと思うんですけど、まあ部屋着とかね、この季節、まあ暖房ついてるから、暑い時にさっと脱げるね、ジップ系のパーカーはまあ部屋着としていいかなっていうんで、あと記念も込めてね、買ってみました。さすがに全種類は買えなかったけど買ってみました。ちょっと開けてみます。はいまあ着るわけにもいかないんで、まあこういう感じで、でこれスライムの抜け殻かなちなみにデザイン的にはつぼみがここについ先端についてて、まあ、青なんで瞳だけですね。で、他のピクミンだと多分黄色だと耳がついてたりとか、赤だと鼻がついてたりするんですけど、青ピクミンの特徴は口なんで、口の部分は多分おそらくてめえの口が口だろっていうことだと思うんですよね。パーカー着た時で言うと。まあ、そういう感じです。で、音数は結構、まあ、厚くはないけど、テロテロってことはないし、ちょうどいいんじゃないかなと思います。で、何が可愛いかって思ったのが、知らなかったんですけど、ここのポケット。ここ。まあ、こう、ニンテンドーロゴがついてるの嬉しいんですけど、ここのポケットからね、ひょこっと青ピクミン出てるんですよね、これ。わかります？これがめちゃくちゃ可愛いなと思いました。おすすめですね。まあ、部屋着になるかなと思うんですけど、おすすめですね。この他にも、くるぶしソックスとか、T
シャツとかアパレル系もいっぱい出てたんで、特にキッズ系は可愛いと思うんで、ぜひね親子コーデしてみてもらえばいいんじゃないかなと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まあもうね、紹介するのに疲れるぐらいの量がピクミンのグッズで出るっていうのが、なんせ幸せなことだと思いますね。幸せな疲れですね、これは。こんなに買っても、まだこれ全然全部じゃないですからね。ペイさんが買ってない商品も、まあヘアバンドとか、他のアパレル商品とか、まだまだありますんで、ぜひね、皆さん、任天堂東京大阪またはオンラインで、まあ、時折ね在庫復活してたりすることもありますから、ぜひともねお気に入りになってもらったものを、今日見て、あ、いいなと思ったものをぜひお迎えしてください。でピクミンのグッズがたくさんお迎えされると次のグッズが出ますから、それに向かってね、ピクミン4の時に発売のタイミングで大量のグッズ、もっとペーサーがヒーヒー言うようなグッズが出るように、みんなで欲しいものね、しっかり買っていけたらいいかなと思います。ペイさん、今回の任天堂東京で、5万ぐらい使ってんじゃないかな。恐ろしいですけどね。まあ、11月にグッズ出すぎだろうって。で、この他にも、他のメーカーのグッズや、ピクミンの一番くじ、さらっとねグラスとか紹介しましたけど、ピクミンの一番くじとかもペイさん買ってますんで、その辺もね、またグッズ紹介、まあ皆さんが喜んでいただけるのであればしたいなと思いますし、日常的にまた、解説の動画の方も投稿していきますので、これからも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それではお付き合いいただきましてありがとうございました。よかったらね、Twitter のフォローとチャンネル登録お願いいたします。それじゃあ、またね。